この新しい DL4 Mark II なんですけど、 DL4 の初代から大まかなデザインが変わってなくて、スイッチが4つあります。で、3つはプリセットを切り替えるスイッチということで従来と変わってないんですけど、4つ目のスイッチが今までタップテンポ専用だったのが、ここの4つ目のスイッチに他の機能を割り当てるようになりました。で、まず最初はまあ従来通りのタップテンポ、曲中に踏んで、それでテンポをディレイに対して追従させるスイッチなんですけど、今まで例えば普天八分音符でってテケ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 っていうようなものを作りたいときに、結構わざわざその普天でタップしなきゃいけなかったというのが難しかったんですけど、今回ここのタイミングのところをここのスイッチを押しながらいじることで、例えば踏んでるのは四分音符だけども普天八分で返ってくるよとか、三連で返ってくるよとか、それは簡単に設定できるようになりました。これ演奏動画でもやってるので、ぜひチェックしてみてください。で、次に、ここが今白なんですが、ここオレンジ色になった時に使えるモードとして、押しっぱなしにしている時にフィードバックが 100% になるモード、なので音がふわーっと広がったり、ディレイがずっとタタタタタと連続して続いたりするモードです。なので音をこうフリーさせるような効果を狙えたり、もしくはそれを広げている状態でタイムをいじってギューンと発信させたりということもできます。で、もう一つ自分が気に入っているのがワンスイッチルーパー。今これはそのモードになってるんですけども、これはそれぞれのプリセットのディレイを使ったままで、そこに4つ目のスイッチとして、いつでもこいつがルーパーになるよという、ルーパーとしてスタンバイしてくれてるよというモードです。で、今まで DL4 のルーパーはルーパー機能の時にはもう他のディレイは使えなかったんですが、このワンスイッチルーパーが搭載されたことで、弾いてるディレイの音をそのままいつでもループとしてダビングすることができるようになりました。で、それぞれのモードに関しては演奏動画で3つともやってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。